はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。ね、最近ガチでね、受けループめちゃくちゃ悩んで、構築頑張って考えてたんですけど、まあ、ぼちぼちいろいろね、試していくしかないかなと思って、まあ、試験的にこんな感じで組んできたんで、使ってきたいんですけど、まあ、組み始めはランドロスがやばいっていうところから始まって、で、まあ、エアームドで、ぼちぼちうにょうにょしようっていう、まあ、ポリゴン2だったりいろいろ、考えたんですけど、まあ、完璧に受けれるものは、この世界にどうやらいないみたいなので、ミミッキュあったりね、そういうコマを絡めてなんとかしていきたいですね。ただ、これ、ドヒドムドハピって投げたいなぁ。でハピはまあいなくてもいい話あるか。レヒレー、ハピムド、ドヒドムドって投げるのはおそらく確定でよくて、あー、でもサンダーもいるからハピ欲しいか。ドヒドハピムドでどこまでやれるか頑張ってみるか。ランドロス初手がやばいんで、こういう感じで入って。で、まあ、ランドロスがエアムドを崩せるときって、ダイマックスを切ったときなんで、まあ、こっちもダイマックスを、それに合わせて絡めて、みたいな。ちょっと気合です。なんとかします。この人を3桁にね、入れさせないように、やってきます。最近ガチで本当に、あ、ランドロスから来た。初手で崩しのランドロス投げてきてるか、まあ、それともっていう感じなんだけど、まあ、ここ言うてね、余裕が全然ある盤面じゃないから、ステロ巻きならステロから来ると思うんだよな。ステロ巻きならおそらくステロからで、ステロ巻きじゃないんだったら、ただここ剣舞からはちょっと無理筋だよね。引くと思うけどな。まあ、裏に通る技も別にないし、サンダーに引かれた時に、変に静電気とかもらうのも嫌だから。ああ、ボガ入り、はいはいはい。トンボあるってことは崩しやばいランドロスじゃないね。こういうランドロスの時はね、無動トン、5つ目持ってると、ちょびちょび削れてめっちゃ嬉しいんですよね。ウキウキできるっていう。ただ、受け切るんだったらやっぱ回復身持たせたいかなっていう感じもあって、S バ来たね。ちなみにサイコパス S バンは、無理ですね。まあ、HB 海流いるから、そっこっち投げた方が良かったかな。ただまあ、レヒレ、あ、裏ハピいるからレヒレそんなに重く見なくてもいい。で、無動、鉄火具の枠をね、無動にしてるんですけど、そのおかげでなんかミミックにもちょっと強いっていう、思わぬ副産物がね、ありますね。で、これはエースバーンの、大サイコだけケアしとけばいいかな。ランドロスはそんなに怖くないから、トンボ返りある時点で。まあ、剣舞 20%、おーい、おい、たま、これヘドロ効かなくなるからさ、まあまあきついんだけど。しかも、裏に引けないからね。これサイコだったら、もうケアのしようないから、再生から入るか。まあ、ナックルジェット考えてって感じだけど。あ、S バンも大丈夫なやつだね。ランドロス。いや、悪いけどこれはもらったぞ。いや、ランドロスこのタイプだったらね、無動に、あれだね、捨てろ欲しいね。無動でダイマ切ることないから。いやー、皮脂巻きたかったなー、引いてくんだったら。ただ、ジェット撃たれてた時が、裏でもう全滅しちゃうから、しょうがないね。で、無動引きで。で、ランドは5つ目でちょびちょび削れていくから、釣ってこない限りは OK。まあ、捨てろ巻きだと無動がちょっと削れるのめんどくさい話はあるけど。捨てろ。そう、ランドロスね、この、こういう対面操作と捨てろしてくるタイプとさ、がっつり崩してくるタイプと、その、幅の広さが強えよな。で、ここトンボだと思うので、プレスいっとくか。すびき。まあ、5つ目見てるから。ダンサー来たね。ちょ、ここ、まあまあでもいいか。別にあのランドロスには、エアームドめちゃくちゃ余裕あるから。まあ、まひったりしてもあんま問題ないけど。で、ステロプラス、サンダーのボルチェンプラス釣り交換で、すべてを崩してくるやつがやばかったんですけど、今回のハピナスね、残飯ちゃんと持ってるんで、まあ、いくらかマシですね。これ何、一回は10万とか押してくると思うけどな。10万、はい。
このハピがステロバキも兼ねてるから、ここは相手ボルチェン臭いけど、ステロ前行っておくか。一応ちょ今技見えたと思うんですけど、あのね、瞑想の代わりに光の壁っていうウルトラウェポンを入れることで結構ね、サンダーって結局その、なんていうの、釣り交換プラスボルチェンがめちゃくちゃ受けループにとってきつくて、でしかもあのステロをこっちが巻いてもサンダーを羽で回復できるからなんとかなっちゃうっていうのがやばかったんですけど、まあ壁あるおかげで、あと残飯もあるからだいぶ持ちこたえれると思うけど、で無動引いて、こっからのダメージレースは相手の方が苦しいと思うな。サンダーじゃ多分崩せないから、エースバーンにだけしっかりドヒドが殺されないようにやっていけば大丈夫だと思ってるけど、トンボ OK まあ無動も削れるけど、ランドロスも結構削れるからね。まあこっからは相手ボルチェンでいい盤面だからな。だからステロでサンダーはどっかで羽は押さなきゃいけないから、そのタイミングでこっちはあのハピ投げたタイミングで卵産みするなり、壁張って裏が突っ込むなり、まあこれだと受け3選出だから裏で突っ込めないんだけど、だからまあ卵産みを押してエースバーンとランドロスを削って頑張る感じになるんだけど、やっとね、このハピに残飯持たせ使ってみてね、ハピに残飯持たせる良さ分かってきたわ。だからなくても全然受けれるし、他に持たせたやついっぱいいるからまあいいんじゃねって思ってたけど、それってハピが欲しいね、残飯。で、こっからステロプラス、やけどプラス、もうこいつのさ、火炎ボールで焼けるのだけは本当に違う。同じ 10% を引くんだったら外してもいいわけじゃん。何外さねえのにやけどは引くって、お前。どうなってんだよ。ナックル。この次のジェット耐えるかな。ダメ消しとっか。エースバーンが、まあ、陽気前提なんだけど、陽気、玉まで見えてて、A プラス1の大ジェットが、109から129だから耐えないんだよね。だから大体この110前後ぐらいの数字になるよな、ドヒド。まあ、ウォールしますか。ナックルを少しでも打たせたくないのと、まあ、ダイマックスさえ枯れれば、飛び跳ねれば雑魚だからね。で、膝と火炎ボール半減だから。むしろなんかジェットジェットって押される方が苦しいかな。まあ、それでも2手目ウォールで3回目のジェットは耐えるから、ダイマックスしてれば、まあ、雰囲気なんとかなるんだけど。だカイリュウがいるとね、それを軽減できるんだよね。エースバーンにも後出しできるようになってるから。ここはストリームで。ジェット、これが半分ちょっとぐらい入るから、まあまあ痛くて。強えなぁ、マジで。玉エースバーン。だからこいつ、もうダイマックスもこれで切れるのと、裏に引けないと思うんだよね。ステローで死んじゃうから。もうちょっとで。OK。こいつはここで仕留めるぞ。あー、ただこうなると、バンギの砂の偉大さがわかるな。砂で、追加でちょっと削れてんのが実はめちゃくちゃでかかったりして、よかったんだけど。チビになる。こっからこっち一体も死ぬわけにいかないから、ここストリームでいいね、一回。通る技が相手からすると、OK。まあ、それ押すよな。これで多分大丈夫になったと思うけどな。このヘドロの回復量さ、やけどで潰されてんの、マジで。マジでさ、もうって感じだけど。で、トーチカでいいね、ここは。さっきダイボール押さなかったのは、飛び跳ねてきた時にこういう統治化ができるようにするためっていう、高度な。で、相手ナックル1回しかしてないから、こっからの膝は耐えてくんないかな。耐えると思ってるけどね。
55から64。死ぬけど全然。どうしよっかな。二連統治か狙いに行くか。やべえ。ちょ、これ焼けたの痛すぎ。どうしよう。エアームドが、膝まだ耐えるね。あーでも捨てろ込みで死ぬか。ちょ、最悪なんだけど。二連統治かかますわ。ふっ！オッケー。あ、火炎ボールなら、余裕。ねえ、まあでもいいや、ドヒドとエースバーン大打ちなら全然いいから。二連統治か二回ぐらい決まっても君文句言えないからね。統治か。てか、膝、いや、切ってないよな、ナックル押してきてんだから。大サイコパスがないのは分かってんだけど。ふっ！オッケーこれ、超、超神だけど。あ、やっぱ膝押してきた。でも、これ、あれだからね、君が火炎ボールでドヒドリのこと焼いてなかったら、僕は、そもそもこんなことしなくてよかったんだからね。君が悪いんだよ。お前反省しろ。謝罪しろ、謝罪。いや、ステロ巻いてエースバーン通すだけでめちゃくちゃ強えじゃん。で、しかもエースバーンの苦手なさ、地面タイプにさ、一回ランドロスに。ふざ、お前だって火炎ボールで焼いてんだから文句言ってんじゃねえ、バーカ。はい、じゃあそのままね、続けて2戦目やっていくんですけど、さっきはつい、ね、ちょっと、悪い言葉が口をついて出てしまったんですけど、まあ、あれは、彼が悪いので、いいです。で、これ、レジェ歴はゲロだな。そう、物理の電気は無理っていうね、話あるんだよね。どうしようかな。でも、そもそもハピナスいらない話あるから、ブリザポスクレセはエアームドで見たい。で、エアームドにしたおかげでさ、ブリザポスとかにも、まあまあ強いのいいな。で、ミミッキュも見れる。で、エースバーン考えたら、ドヒドイデが欲しいけど、レジエレキが重くなっちゃうね。ただ、カイリュー投げたら、いいことあるかって言われると別に、うーんって感じだよね。サンダーはちょっと投げれないかな。さすがに通んないから。だからミミッキュ無道が確定で、まあ、ドヒドか、ハピかカイリューって感じなんだけど、ガマゲロゲ特殊だったらハピがいてもいいけど、わかんないから、微妙だね。まあ、ハピはないかな。カイリューか、ドヒドなんだけど。無道ミミッキュ確定でしょ？まあ、エースバーンどうしても重いか。カイリュー投げて、積んで、クレセ来て、ジハもらってのがめんどくさいから、ドヒド、無道ミミッキュでいきますか。あ、待って、これレジェレキゲロだった。どうしよう。ちょ、待った、タイム。ちょ、待った、タイム取らせて。もう、ちょ、相手の、取れなかったかっこよ。めっちゃいいじゃん。もうさ、ランドロスにはそこそここれで行こうみたいな。さ、立ち回りが決まったのにさ。レジェレキがガチで無理なんだよな。とひどいで投げて。これはただ相手ミミッキュが受かる駒とかあんまいないから、ミミッキュで全部 GG しに行きたいね。って考えると、必死負けるうちに負くか。本当はここね、剣舞されるとやばいから即、無道に引いて鉄壁から入っときたいんだけど。いや、ただレイスポスそもそもさ、あ、引くんだ。まあ全然いいけど。来たー、レジェレキ来たー、来ちゃー。ひしまいて、どうしよっかなー。まあドヒド、死ぬのは致し方ないか。相手ステロ巻きとかいないから。あー、しんどいなー。これでもうエースバーン無理。ちょ、待って。本当に選出ミスった。フォルチェン耐えない？お、耐えた。えら。でも、どんだけこいつ強えんだよ。マジで。もうさー、地面、もうマジぐらいくれがちで、増田さん。増田さんよー。あ、いいよ、これでこいつも、レジェ歴もドクるから、雰囲気なんとかなるわ。で、裏多分クレセなんだよね、こっちミミッキュまだ、ミミッキュとか。
まあ、ミイッキは無理か。サンダー海流考えるとでも、苦しさだと思う。で、ミイッキは、ブリザポスと、レジエレキで押し切りたいと思うんだよね。おそらく。で、ここはさすがに無道引きかな。ちょ、ここ引いてくんな、マジで。いや、ここはさすがに殴りたいと思うけどな、ドヒドで一生突っ込んでるから。ちょ、もう、何にも説明つかないけどね、この立ち回り。で、さっきのとこ10万だったらドヒドどうしてたんだって話だからね、死ぬのに。落とし絵読んできたね、ちゃんと交代。いや、レジエレキはでもミミッキュで対面でぶっ飛ばせるから、羽でいいか。てか、羽しかないか、すること。まあ、レジエレキ読みでプレス。いやー、弱いな。さすがに。ちょ、これ自信打ってくんのやめろよ、お前。自信打ってくんのやめろよ、ガチで。剣舞。こいつで崩して、多分裏のクレセ通したい感じだよね。あ、クレセ通すっていうか、クレセで再展開して。いや、別にその、あれは全然構わないんだけどさ。どう考えてもレシエリキが無理なんだけど。大魔切ってきた。まあ、これは、鉄壁してトントンになるから。いやー、ただ頑丈残んないからなー、あられで。どうしよっかなー。レジエレキ引きの場面に、プレスぶち込みたいな、鉄壁で上がってる。クレセに引かれんだったら、無道で跳ね連打して、でいいか。アイス。いや、でもこれどっちかさえ取ればミミックでいけるから、あんま悪くないと思ってるけどね。ダイアースで殺されるから、もう一回鉄壁したいけど、押したタイミングでレジエリキ出てくるとめんどくさすぎる。それはだいぶだるい。プレス打ちてえなー。できればここ相打ちにしたくないんだよなー。相手で、ここプレス行くわ。レジエリキ引いてくんだろ。ダイマックス見せてる。あ、引いてこない。殺せ。オッケー。ここでこれで取れるんだったら悪くないか。まあ、ミミッキュは、ドヒドイデとミミッキュのミラで、ちょっと微妙に頑張る感じでよくて。レジェリキ特殊技だけだったとしてもさ、結構しんどいポケモンだよな。ドクル。相手ボルチェンでしょ、おそらく。まあ、捨てていいか。で、クレセだったらミミッキュで詰めて勝ち、相手もダイマもないし。って感じでいけるから、こう裏見て行動決めれるのはでかくて。三日月の舞されて、レジエレキタスキだとだるいから、ミミッキュで、どうしようかな。あ、エスバなんだ。まあ、これならミミッキュ詰め切れると思うけど、さすがに。ドヒドイデから行って、ラストレジエレキとミミッキュの 1V1 にすれば勝ちだから、熱湯でいいか。S 番結構、あ、引くよね、オッケーオッケー。引いた時に裏、削れる方がいいと思ったから。まあ本当は S バノが削っておきたかった感じはあるけど、まあ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 いけるっしょ、これで。完全にこれさ、ドヒドイデ対面でこっちのなんか交代ケアしてさ、レジエレキがボルチェンから入ってきたおかげで僕がバカだったおかげで勝ってるだけなんだけどな。トチカでいいね。毒とあられ稼ごう。もうやだ、これ。僕が相手だったらって、僕のこと超嫌いだもん。なんだお前、ふざけ、わけわかんないことやりやがってよ、みたいな気持ちになるからさ。めちゃくちゃ嫌だもん。トーチ化して、まあ、ボルチェンかな。
ボルチェンかな。ボルチェン、あ、また2連投地下なんだけど、やることなさすぎて暇になった。あ、もう一回投地下押しとくか。まあこれ死んだとしても、エレキをミミッキの圏内に入れればいい、影打ちの圏内に入れとけばいいから、まあまあさすがにね、さっき3連決めたしね。ねー、どうすんのが正解かな。ミミッキで剣舞影打ちで S 場が取れるんだったら、ミミッキは剣舞しても良さそうだけど、ミミッキ投げて 62% とかでしょ、怪しいよね。レジエレキは、あー、剣舞しとけばまあいける圏内で、剣舞したいけどな、剣舞でいいかな。大フォロー打つ。レジエレキの攻撃ってミミッキダイマックスしてれば耐えるかな。それならそれでいいんだけど、10万ボルトめちゃくちゃ痛いけどな。ただ火力アップアイテムじゃないと思うんだよな、ドヒトが攻撃耐えてたこと考えると。だからここフォローでいいと思うんだよね。どっち、こっちで、エスパがまあアイヘとかあってもフォローは結局等倍で通るから、だるいのはここで捨て身とかで、なんかフォロー読みで捨て身とか押してくる場合だけど、で次ジャレオスターンに火炎ボールみたいな、あ、ジャレってかダイフェアリオスターンに火炎ボールみたいな、ちょっとだるいけど、あー普通に来たね。でダイマックスしてる状態のヒットポイントあれば、さすがにレジエレキの攻撃は多分何でも耐えると思うけどね。エレキフィールドもないわけだし、まあ1でも残ればウォール影打ちとかで持っていけるから、それでいいでしょ。やばい、やってることが本当にお猿さんみたいなことやってる。まあここはフェアリーでいいね。まあでもさすがに勝ったと思いたいけど、10万急所狙いしかないよね。オッケー、ミミッキ D はまあまあ高いから、レジエルキの物理技考えるとさ、ハピー投げれないよな、レジエルキに。さすがに物理電気は昔から受けましちゃ受かんないっていうあれはあるけど、オッケー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 。チンパン2連勝もうやだちょ、もうちょい偉い立ち回りを目指します次から。じゃあ GG。